ちは。吹田卓球センターのヨッシーです。増田です。よろしくお願いします。今日はなんと増田先生にちょっと皆さんが知ってる方もいるかもしれないんですけど、知らない方も多分たくさんいると思うんですが、まあ中国式ペンのある法則、これを解説してもらおうと思うんですが、ラバーを貼るときこんな感じでちょっと人差し指がかかる部分を開けていく、開けてね、ラバーを貼られるのがまあ主流と思われがちですが、増田先生のラケットを見せてもらっていいですか。はい、全部貼るんですよね、下まで。はい、さあここの意味とか、なんでこういうことになってるかなんていうのをちょっと皆さんにお伝えしたいと思うので、ちょっと解説いただいていいですか。はい、まずはこの、ここの、ラバーをこのラケットとの間隔をここ開けて貼るのが結構、日辺から、変える人っていうのは、日辺のグリップに近いので、ほとんどの人がこう開けて貼ると思うんですけど、はい、で、裏面をしたいという人が、まあ、中ペンなんでもちろんだと思うんですけど、裏面を打つときに一番難しいのって、まずラケットのこの面が開かない、面が出ないっていうことが一番難しいですね。それを僕も、中ペンに変えたときはすごい苦労して、日ペンから、はい、日ペンから、日ペンから中ペンに変えられたんですね。に変えたんですけど、その時もまず面が全然出ないので、それがまずすごく難しくて、だったんですけど、で、遊びでこう反転したりとかしてたんですけど、ラバーを全部貼ってると、この貼ってない時に比べて、この、ラバーの厚みの分があるので、面が開きやすくなるんですね。で、フォアの、感覚とか打ち方自体は僕別にどっちでも大丈夫だったんで、裏面のやりやすさから、全部ラバーを貼るようにして、まあ多少重くはなるんで、その辺はまあ慣れだとは思うんですけど、確かにこの隙間が空いてるラケットを構えた時にこのまま隙間がない方で握ると力がね、握った時にバックの方が構えやすさはありますね、はい、こっちの方が安定もしますし、面が何より開きやすいんで、基本技術とかはすごいこっちの方がやりやすくて。なるほど。結構皆さん、日辺から変えられた人ってもう開けて貼るのが当たり前というか感じで貼ってるんですけど、面が開きにくいっていう人はもしかすると全部貼ってみてもいいかなっていうふうには思いますね。確かに、まあ、ペンでやってきてる選手っていうのは、日ペンでね、やってきてる選手は、はい、フォアは大好きですから、はい、フォア大好きだから、多少ね、あのフォアのこの握りの感触が違ったら、まあみんなフォアの技術高かったりするんですけど、やっぱ裏面のバックを振るっていうのがね、はい、日ペンからのこう移行された選手は一番ぶち当たる壁ですもんね、これね。そこが、まあ、全部貼ることによって解消されることもあると。はい。これは、裏面苦手な方も朗報じゃないですか、これは。そうですね、裏面苦手な方は一回こう試してもらうと全然違うんで、いいかもしれないですね。まあよかったら、ぜひ皆さんもシンプルなことから何かこうね、すごい希望の見えるプレーにつらっていったりするもんですから、一度ね、気になる方は試していただけたらいいかななんて思いますね。はい、ぜひよろしくお願いします。Ah!